はい、皆様こんばんは。今日は碧南釣り公園にやってきました。アジングタックルを使ってサッパを狙いたいと思います。仕掛けはいつものやつを使おうと思っていましたが、サビキが落ちてたんでこのサビキを使いたいと思います。これ針がめちゃくちゃ小さいです。サッパの活性は高いようで1投目から入れ食いの状態です。前に釣った時よりサイズが若干小さくなっていました。ダイソーサビキでも釣りましたが、特に問題なく普通に釣れてきます。サッパは20メートルくらいちょい投げすると釣れる感じです。堤防際だとボラが釣れる感じです。はい、今日の釣果です。今日はボラとサッパとあと多分イワシが釣れました。今日メインはサッパを狙いに行ったんですけど、まあその中でもボラとイワシがゲドウで釣れました。じゃあこれを料理していきたいと思います。じゃあまずは鱗を取っていきます。鱗を取ったら頭を落として内臓を出します。でこのまま3枚に下ろします。腹骨も取ります。めっちゃちっちゃくなっちゃった。それではママカリ用の漬けダレを作っていきたいと思います。昨日この白を漬けたっていうか、あの酢締めにした調味料うまかったんで、それを同じ分量でやっていきます。みりんと酢を1:1で、塩をちょろっと入れる感じです。みりんが大さじ2ぐらいで、酢も同量大さじ2ぐらいです。で塩を3つまみぐらい入れます。じゃあこの状態で漬け込んでいきます。はい、他に釣れた、イワシとボラは刺身で食べていきたいと思います。これボラで、こっちがイワシで、一応サッパも5枚かなだけは刺身で食べていきたいと思います。昨日作ったこの白の酢締めです。1日冷蔵庫で寝かせたので、これを切り分けていきます。じゃあ骨切りをして2センチ角ぐらいで切っていきたいと思います。
ょっと食べていきたいと思います。いただきます。うん、しっかり締まってますね。酢とみりんをいちいちでつけたので、あれですね、あんまり酸っぱくなくて美味しいですね。うん、これは美味しいですね。まあ、あの普通になんか売ってる小肌の酢締めって感じです。じゃあこのまま他の残りのやつもさばいていきます。はい、この白のスズメの完成です。うまいっすね。この白うまいですね。ほぼ小肌のスズメってスーパーで買うんですけど、あれと同じ感じにできました。